はいどうも、今回は毎月、選んでいる下勝チャンネル的 MVP 選手のご褒美飯です。で今日は5月の、MVP の選手をお呼びしております。はい、こちら和田雅史選手、ありがとうございます。パチパチパチ、おめでとうございます。ありがとうございます。これね、何よりもみんな嬉しいと、はい、食いたいもの食えるから、ね、はい、楽しみにしてました。はい、見てたんで。ああ、はい、そう、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速中に。どうぞどうぞ。どうしてお座り、お座り。ちょっとすごいな。いいでしょ。はい、目の前で焼いてくれるスタイルだから。さあ、マーシーを迎えてお送りするのは、はい、こちら鉄板焼きですね。リクエストがステーキ。はい、すげえ限定してきたな。肉とかじゃねえんだと思って。いや、最初肉系でって、うん、あの候補の方に伝えたら、あのステーキ、焼き鳥、焼き肉、何でもできたんで。何でもって勝手に言ってんだね。はい、それがちょいウケるんだよ。言ってました。うん、で、つよし君の回見て、焼肉食べてたから、うん、まあ、焼肉かなと思ったんですけど、いやちょっとステーキ全然最近食べてないから、ステーキ食べたいなと思ってリクエストさせていただきました。はい、というわけで今日来たのはですね、まあ盛岡といえばというか岩手といえばという老舗の若菜さん。聞いたことあります。超有名だから。はい、大ちゃん。はい。社長の坂下大輔さん。はい。どうも。こんにちは。すみません、いいいい、ね、これもあのラフな番組。はい、はい、今日 MVP の選手の和田雅史選手、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてます。面白いですよ。おめでとうございます俺が選んでるだけのやつなんだけど何よりも楽しいし、はい、美味しいものが増えるということで、選手の間でちょっとじわじわと浸透してきてるから。みんな見てます。ああそう、結構みんな見てくれてね、はい、他の人たちがあんまり見てくれてないみたいな。本当ですか、うん、もうちょっと伸び悩み中。本当ですか。あの告知してる。はい、告知します。ここから上がってくるので頑張ります。マーシーファンがこうガッとチャンネル登録してくれればね、俺的にもちょっとポケットマネーがどんどん出てくるからね。さあ、大ちゃん、あのステーキをご所望ということで、はい、今日はどんな感じで。今日はですね、まあ、当店では岩手県産のステーキを主に扱ってるんですけども、まあ、その中でも、まあ、今人気のある岩手短角牛の、赤身のお肉と、あとは岩手県産、お店で厳選して仕入れてるですね、黒毛和牛をですね、サーロインを両方ちょっと楽しんでいただきたい。ダブルで楽しんでいただきたい。ダブルとか、それぞれの良さが引き立ちますので。いいですね。楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。聞いただけでもうまそうでしょ。もうよだれてそうです。ちょっと胃液が今この辺まで出てきてて。一応ライスはガーリックライス。あ、はいはい。にしといたから。お願いします。元気ついて。はい。スタミナつけて。スタミナつけて。数日後には試合だからね。はい。それと。ありがとうございます。いい炭酸。スパークリング。いや絶対いい炭酸。ここで出るの。山崎の。ソーダ水なんで、あ、山崎のソーダ水だったら一番いいじゃないですか。すごい、もう会計怖いんですけど俺はもう最初、鼻から飛ばしていきますから。最初からワインなんですね。うん、あのビールあんまり飲まないんで、はい、じゃあまずは乾杯しよう。乾杯してちょっと喋ってみます。はい、いただきます。すいません、ね、アルコール一回していただきます。お願いします。うまい。いい、いい。さあ、MVP ということで、はい、そろそろかなと思ったら、あの強烈なオーバーヘッド、オーバーヘッドですか。オーバーヘッドの瞬間に、はい、MVP 決まりました。決まったお、今ちょっとシェフ参りますので。あ、すごい、なんかこれ、うわ、すごい。奥が三角、手前が黒毛。はい、いやでもマジで美味しそう。鶴さんの、あ、調理の西川が担当させて、よろしくお願いいたします。誰さんですか。西川と申します。西川さん、よろしくお願いいたします。お願いします。今まで以上に美味しく、かしこまりましたもうね、無茶振りしかしない
で本日お肉の方がですね、こう手前の方が黒毛和牛、はい、本日は水沢の方で取れました佐々木城さんというところで取れました、うん、あの黒毛和牛、こちらのサーロインでございます、はい、こちら後ろの方ですけども、こちらが吊るし熟成短角牛、こちらのサーロインになっておりまして、はい、お肉焼き加減いかがいたしますか。これはね、レアとミディアムレアの間ぐらいが好き。あ、じゃあだいぶ、あ、どっちかというとレアより。レアよりっすね。俺もそっちの方が好きっす。あ、かしこまりました。じゃあもうお任せします。ミディアムレアという。あ、まあ、けど西川さんが一番うめえぞって思う焼き方でいいよ。精一杯焼かせて。この肉はこう、この肉はってあるから。かしこまりました。そこは任せます。かしこまりました。噂には聞いてたんで、若菜って言った時、うわ、やっといけると思ってそうですか。マーシーの初、お初を俺はいただいちゃった感じになっておりますよ。初若菜いただきました。選手結構焼肉とかは多いんですけど、うん、ステーキなかなかなんないですよね。そうだよね。ちょっとだけかしこまる感じもあるし、うん、ちょっと高価なイメージもあるから、やっぱりコロナ禍もあったから、その例えばスポンサーさんと飯とかもなかったでしょ。一回もない。ないよ、ね。一回もなくはないですけど、ほぼほぼない。なかったですね。ねえ。通常、クラブチームとかはさ、そういうのもあるじゃん。コロナ前は結構ありました。ね、そこでね、あの、影響を養うというか、まあ、酒も含めて、はい。はい。5月は俺かなと思ってました。ああ、いいじゃん。5月は俺、そろそろ来るかな、期待してたんで。うん。嬉しかったです。よかった。俺はもう、あの、御殿場でさ、あの、キャンプの、キャンプの取材行ったでしょ。はい、あの時に、一番すごいフレンドリーにね、やってくれたのよ。いや、俺が一番フレンドリーでしたわ。あ、まあ、本当ですか。キリソータあたりもフレンドリーだったけど、まあまあ、そうそう、あとまあ、ね、ツヨシとかは前からわかるから、あれだったけど、はい、そうだね。ケンタあたりはもうなんかこう、やっぱりお前誰だよみたいな感じだ。まあそりゃそうだろうけど。まあまあメンバーも結構変わりましたし、ね、変わったからね、うん、1年、2年前からしたら。でもあの時に俺、今でも覚えてるんだけど、あのふくらはぎからこうパンナップしたんだよね。はい、覚えてない、うん、ふくらはぎからパンナップして、和田正史っていう話です。さあ、筋肉がすごいですね。おお、すごいすごい。やっぱりすげえ。誰の筋肉かというと、はい、バラです。あのふくらはぎがあのオーバーヘッドにつながってんだなって思うよ。やっぱそうなんだ、ね、うん、だってさ、あのオーバーヘッドも、もうまさに狙って打ってるでしょ。狙いましたね。確実に狙ってて、しかもベストなところに刺さって、はいはい、ジャンプの感じも良かったし、あのふくらはぎがあればこそっていう。今ね、ちょうどふくらはぎ出てると思うんだけど、画面この辺、どの辺、この辺に出てると思うんですよ。和田まさしのふくらはぎって出てると思うんですけど、まあまあ、けどああやってね、ずっとキャンプの時から一生懸命やってた結果が、そこに繋がってるのかなと思うんで、さあ、って言ってるともう匂いがすごい、くんくんによって、これ三角の方ですね。三角の方ですね。今これ、この側面を焼くことで、こう、逃がさない。そうですね。ということですね。旨味を閉じ込めてるような感じですね。待てば待つほどうまいですから。このね、じっくり、この、なんていうの、この、ステイしてる時間、これが大事なんだよね。そうですね。うん、軸の上に軸の上にバターを普通だとあのポケットに入れちゃうじゃん。入れちゃう。通常の店は入れるし、うん、上から垂れていく感じが。そうですね。乗せないんだもん。まかなぐらいになったら。そう、あの下には上なんか蒸していきます。蒸し焼きにしよう。普段お休みの日とかは何をしてるの？休みの日は、でもご飯、まあ岩手結構美味しい店いっぱいあるじゃないですか。まあ、あるある、うん。だからちょっと調べてランチしに行ったりとか、結構気分転換にもなるし、
こう今インスタもあるしネットもあるしいろいろ調べてみて、ね、ちょっと気になったとこに行ってみたりとかですかね。あ、で、一人で行く、まあ、一人で行くときもありますし、チームメイトの人とか行くときもあります。チームメイトはこう誰と行動することが多いとかある？カイ君は家族ぐるみで、うん、あそう、去年から仲良くさせてもらってますし、うん、あとは石田龍馬君とか、うん、あとカイリ、シンボカイリとか、後ろばっかりだし、まま、あの田代選手とか、うん、マサ君とかも、うん、こうご飯行ったりとかもしますし、後ろの選手多いですね。安心感のある大人たち、はい、コウキさんも、うん、とも、ヒットとも多いね、はい、水野さん彼もだいぶ、俺は直接まだそんなにコミュニケーション取ってないんだけど、はい、相当みんな、いいって言うんだよね。コウキさんすか、うん、いいって言ったら失礼ですけど、うん、超いい、めっちゃ優しいし、絶対島山さん一緒に飲みに行った方がいいですよって言われてるんで、はい、今度は MVP 関係なく水野幸喜スペシャル特別版何でもできるんで。あ、そう、幸喜さんできないことないんですよ、うん、何でもできちゃうんで。マーシー、趣味は何？趣味っすか、うん、趣味は何ですかって聞かれたら何で？趣味は何ですか、趣味は何ですかね、まあ最近出てないですけど、ちょっとゴルフしたりとか、それこそカイ君とかとゴルフ去年とか何回か行ってましたし、まあ全然下手くそなんですけど、まあ練習シーズン始まっちゃうとちょっと疲れて、まあそうだよね、あんま練習行けなくて、あ、けどねゴルフまあ いろいろあるけど、俺はねゴルフするんだけど練習は嫌いな。本当ですか？ラウンドが練習だと思う。あ、でも実戦のみ。実戦がでも一番伸びる。でもそれだからもう本当何年もやってるけど練習行ったことない。マジですか？本当ここのとこ最初の頃は行ったけど。どれくらいで回るんですか？80後半ぐらい。うまい。本当にうまいっす。え、けど俺だからでもまだ100切ったことないんで全然。今 YouTube だから見えなかったけど。っていう時もあるし、うん、悪い時だと110点台とか、まあ、そういう時もあるんですか？でもパターが入んないんで、あ、パターとか俺があんなちっちゃい球をこうやってやってるのとかおかしいでしょ。サイズ感が、うん、合わないって。だからもうアプローチの段階で入ってほしい。うん、それは本当にプロっていうのもアプローチで。けどワンラウンドに1回ぐらいあるんだよね、あのチップイン。あるんですか？あるある。アプローチはね、得意だからね。そうなんですね。あ、これは黒毛みたいな、これ A5。 はい、A5 になります。あ、こうなるんです。おー、この傘のところに今、旨味とバターとお醤油が溜まってる状態なので、これとは切らないで、そのまま召し上がっていただいて。すごい、何も言ってないのに、ワインがそして、なみなみとありがとうございます。すごい愛って。何が好きなの、酒は？でも日本酒好きです。おー、いい店いっぱいあるぞ。本当ですか？もう一回ぐらい MVP になったら次日本酒だな。本当ですか？桜山に。名店が、名店揃いだから桜山。でも最近気づいたんですよね、お酒の美味しさに。あ、今まではそんななんか、美味しいって思ったことあんまなくて。舌が大人になってくると、はい、なんか酒の魚みたいなのが好きになっていくじゃん、どん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 。そうすると日本酒の良さに気づいていくんだよね。なんか実家で、親は好きなんですけど、うん、実家でお魚とか食べながら、うん、なんかちょっといい日本酒を飲んだ時に初めてお酒美味しいと思って、うん、その時に。しかもね、最近の流れで日本酒がその昔の昭和の男どもが好きだったような強いタイプの日本酒ではなくて、香りが良くて華やかな感じの、フルーティーな、でちょっと酸味もあるような、はいはいはい、ワイン寄りのっていうか、はいはい、日本酒がねだいぶ評価される時代が来たんで。はい、つってこう縦半分のやつが出てくるわけじゃない。おお、わあ、すげえ美しい。
最初に黒毛和牛ですね。とこちらお塩でお焼きしてましたので、このままでもよろしいです。お好みでですけども、横に岩塩と、あとは本わさび、と上の方にですね、自家製で作っております南蛮味噌がございまして、こちらですね、ちょっと辛みが強いんですけども、お野菜とかお肉によく合いますので、よかったらお試しください。これね、わかるっすか、これが逆さにする。で、後ろの料理人もちょっといいですとか、え、うまっプロだからね、うまっ。あ、そうっすよね、そうだろう、そうだろう、わさびそんなに、そうだろうな。これもう一回取った、いい顔してんな。いい顔した。いい顔してんな。これちょっとわさびいきたいね。やばい。歯いらない。うん。本当だ。わさびもあの宮森の方で取れます。本わさびですので、肉によく合う。うん。うますぎる。マジで美味しい。三角がこれそのまま、うん、これもそのまま、とりあえず、とりあえず飲み込みたくないタイプだよ。うん、美味しい。やばい、やばいっす、マジでうまい。あ、通っちゃうんじゃないの。もう一回来ます。これ出しちゃうと、次の MVP のやつだとみんな分かんないって言いそうですよね。確かに被るのが禁止にしましょう。うん、あ、そうか、そうだね、最後の方の人も餃子とかになっちゃうんだよね。餃子は餃子で名店あるから。これも気になってはいたんだよね、このね。これは何も言わないと。そう、難しいです。しいたけ史上一番うまいっす。うわ、出た。これマジでうまい。マジっすか。これしいたけだけおかわりとかってできるの。怪しいっすよ。え、うまっ。しいたけちょっとおかわりで、マジでうまい。うまい。うまっ。幸せだね。マジで幸せっす。岩手肉も美味しいっすよね。いや、もう魚もっすけど、岩手県って全ての食材があの全国トップレベルなの。野菜も肉も魚も果物もとか、ただ PR ベタなだけなんですよ。なんかね、県民性なのかな。あの、控えめね、こう、あの高村光太郎の岩手の人っていう詩があるんだけど、まあ、いわゆる質実冒険で、あのぐっと我慢してみたいな、静かにやり遂げるみたいな、そういうね、だから信用できる人多いんだけど、はい、岩手大好きなんですか。僕も岩手好きっす。お、いいじゃないですか、はい、ずっと活躍しておいて、はい、なんかお店の人とかもすごいフレンドリー。そうだね、うん、あ、けどそれはマーシーだからっていうのは、まあ、人、やっぱり人は見るから、みんなだからそういう気持ちで、好きだなっていう気持ちで行ってるのが伝わってて。そうなんですかね、うん、すごいなんか気さくに話しかけてくれたりとか、うんうん、でもなんかグイグイは来すぎない、はい、距離感みたいな、うまいですよね。いや、上手なのよ。上手ですよね、うん、でたまにサポーターの人もそう思う。たまにね、下手なやつもいるんだよ。あ、本当ですか。まあまあ、どこ行ってもそれはいますけど、グイグイ来すぎるやついるからな。その絶妙な加減がうまい、うん、気がする。まあね、俺、岩手の人じゃないからグイグイ行くかもしれない。来てください。でもね、だいたい、あの、誘うとしたら飯行こうぜぐらいだから、大抵、毎晩誰かとも一緒食ってるので。あ、そうなんですか。うん、なんだろう、俺、こう見えて寂しがり屋なのか。意外な一面が、うん、
ウサギちゃんと呼ばれる、ね、今はちょっと耳生えてますよね。あ、美味しい店が知りたいと、まあ、夜の店で美味しい店が知りたいという時は、ね、ラジオ番組もあるので、それのインスタを見れば、毎週いろんな店のうまいものとうまい酒っていう組み合わせでいろいろ乾杯盛岡、乾杯盛岡、乾杯アンダーバー盛岡、森さんっていうの食べるか、それちょっとフォローしてそうするとそこに出てる店は基本的に全部うまいから、うん、何言った椎茸です。暑いうちにやばい、俺もちょっと気になるよね。これガーリックライスこんな感じです。まあまあ鉄板焼きといえば定番だよね、ガーリックライスは。うん、うまい、うまい。結婚してんだっけ、してないじゃん。ただ、独身。はい。なんか言えんのか言えないのかわかんないけど、彼女は？彼女いない。いないの？マジで？ですって。いない？はい。大丈夫？はい。いないっていう、ん？使わなくていいよ。いない、本当に。いないで喜ぶ人だいぶいるからな。本当ですか。うん、マーシーは。これ使うっすか。使わない方がいいの。いや、うん、本当にいないっす。本当にないんだと使っても別に。はい。なんか今こう、なんかサッカーに集中したいから作らないとか、そういうことなんで。それとも、まあ。これだっていう人に巡り合ってないと思う。なんかそんなに優先順位が上じゃん。サッカーすぎて、なんか今一番大事な時期だと思ってて、自分の中で、26歳ってサッカー選手の中で、だからまあ別になんか彼女がいらないとか結婚したくないとかそういうわけではないんですけど、なんかそこになんか別に重きを置いてなくて、サッカーでその上に行きたいとか活躍したいとかが今、まあ今更って言ったらあれですけど、最近はすごい強くなってきて、足りなかったんですよ今まで。そういう思いが多分俺の中では。だからまあ遅いですけど、ここ去年から今年にかけてはなんか比重がすごいサッカーに急に寄るようになってきて、いいことだよ。はい、やっぱり、ね、こっから人伸びするタイミングだと思うから、ね、世界見渡しても20代後半になってからガッていった人なんていっぱいいるぐらいから。そうですね。で、しかもやっぱりね、俺本当にこの前のオーバーヘッドがもう痛快っていうのが、ね、気持ちよくて叫んだもんね。俺、行けなかったんだけど、ね、あれ行けばいいだったなと思うんだけど、仕事だったから行けなくて、だけど仕事の手を休めて画像を見てたわけよ、はい、で、決めた瞬間に俺はもう叫んだ。本当ですか、ね、うわ、気持ちいいと思って。けど、そういうことなんだな。だそういう心の持ちようみたいなところで、やっぱりグッてこう、なんかそれがふくらはぎに現れてる。ま、結果ふくらはぎに持ってこうとするから。また出てます今、今、出てる出てる。ふくらはぎしか出てないかもしれないよ。よりも膝と取ってください。そんな言われたことないですよ、でも。ふくらはぎとか、あれ俺、寄ってたからね。寄ってたから、寄ってたからみんないいふくらはぎ、みんないいやつしてます。まあ、してるんだろうけどね。俺、マーシー以外のふくらはぎ、興味なかったから。すごい、嬉しいけど、なんか。え、じゃあまあまあ、今はそうだけど、基本、ほら、好きな女性のタイプとかってあるじゃん。はい。で、聞かれると何て答える？好きな女性のタイプは、結構、なんだろうな、でも気使わない、まあ安牌すぎます、気使わない人とか言ったら。そう、なんか誰でも言うノーマルな答えすぎますよね。なんだろうな、でもこれって言ったのは本当にないですよ。好きな芸能人とかもいないし。俺もね、いないのよ。
マジでいないっす、うん、俺けどすぐ掘れるからちょろいな。ほんとっすか。あでも俺も結構すぐ掘れる。はい、掘れやすいっす。簡単だと思うっす俺多分。あ、OK、ちょろい男です。説明でも間違ってないっす。これ今あの2人並んでここにちょろい男が出てるじゃん。ダブルで。逆にどういう人を好きになるんですか。わかんない。急に来んだよね。急に来ます。なんか、頑張ってる人。ああ、それでも、俺も大事かなとか。応援したくなる。頑張ってる人は、頑張ってる人を応援したくなるし、あとは、元気な人、明るくて元気な人。普通の話だ、はい、大体みんなが好きになりそうなところで、うん、この絵面で2人で恋バナしてるのすごい面白い。自立してる、自立してるっていいっすよね。でもなんか、うん、なんか強さ、強さ感じると結構いいなと思う。その可愛さとか綺麗さも必要ですけど、その中になんかサッカーの場合は職場にはいないから、女性がほとんど、ね、まあ多少いるぐらいだもんね。はい、逆に出会い方って意外と難しいですけどね。こう 出歩かないとっていうか、自分から行動を起こさないと。そうか、出会いはそんなに落ちてはないし、それこそまあご飯行ったりとか、うん、飲み行ったりした時にいたりする時とかあるんですけど、それ以外はあんまり。またじゃあ出会いが多そうな飲食店に俺が連れてきてる。そういう出会い方が一番いいんですかね、わかんないですけど。なんかその飲みの席とかで隣にいました、はい、でお話ししました、ね、例えば男2人です、女2人です、乾杯とかね、はいはいはい、なんかちょっとちょっとこっちの話にクスって笑ってくれたら、あーおしゃれですね。じゃあいいよ、いっぱいずつごそするみたいな話から、あだだで、そこで大事なのは店のアシスト、うんうん、お店の人が、うん、だったら一緒に飲んだらいいじゃないですかって言ってくれると、はい、一緒に飲むと自然な感じになるんですよ、ね、うん、そうするとなんか、あ、じゃあ連絡先交換しようよみたいな話になって、ドラマドラマのやつ、ドラマできました今。ドラマできたさあ、というわけでね、ステーキディナーをご一緒しましたけども、はい、どうでしたか。あれだね、飯ももちろんうまかったんだけど、トークも面白かったからね。はい、楽しかった。これはね、バズるぞ。バズらせましょう。バズらせましょう。さあ、そこで、マーシーから告知がお願いします。下勝チャンネル、チャンネル登録、いいね、なんて話しかけた、いいんじゃない、よろしくお願いします。はい、さあ、言わせた感満載ということだよね。じゃあ、今後の活躍期待しております。また飲みに行こう。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。